ルイトーロンは、フランスの男子フィギュアスケート選手。パートナーは、アデルナガリナガ・リャビエは、アンジェリーク・アバチキナなど。2010から2011シーズンより、リンゼ・プセとカップルを結成し、ノービスクラスの試合に出場。2012年にアンジェリーク・アバチキナとカップルを結成。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦。 世界ジュニア選手権に初出場し18位の成績を残した。2014から2015シーズン、イーゴリ・シュピリバンドとファビアン・ブルザーに支持し、練習拠点をリヨンからアメリカ・ミシュガン州の場合に移した。2016から2017シーズン、ジュニアグランプリシリーズ3ジルベ大会でシリーズ初優勝を果たし、横浜大会で銅メダルを獲得。 初のジュニアグランプリファイナル進出を決め、同大会では5位となった。2017から2018シーズン、シニアクラスへ移行こう。フランス選手権、ヨーロッパ選手権で、同じフランス代表のマリー・ジャード、ローリオ、ロマン・ル・ギャック組に連敗を喫し、ピョンチャンオリンピック代表の座を逃した。ヨーロッパ選手権をもって、アバチキナとのカップルは解散となった。2018年2月14日、 ロシア人のアデリナガリアビエワとトライアウトを行いカップル結成が決まった。練習拠点は未決定だったが、長野オリンピック銀メダリストのアンジェリカ・クリロワがロシアへ帰国し、ダンススクールを作る噂を聞き、コーチを打診し、モスクワでの練習が決まった。レッド、エスミーとアデリーナガリエワ、ルイスターン。ありがとうございます。